皆さんこんにちは。テーマパークコンサルタント清水郡うんちゃんです。前回の動画でですね、遊戯施設の分類に関するお話をして、ゴーカートとかあとボートライドっていうのは建築基準法の告示、平成12年度建設省告示第1419号に該当しないので、アトラクションの、ね、構造とかっていうのは法律に従う必要がないんですよというお話をしました。で、分類ね、インターネットで調べていただければ誰でも見れる情報なんですが、見ていただくと、例えばジェットコースターに関するものですね。でジェットコースターは定常走行速度が 100km/h と、時速 100km ですね。でなおかつ、最大勾配が50度のものですねと書かれてます。それに収まるものということですね。じゃあそれ以上のものはどうすればいいのかというと、国内にもいろんなジェットコースターありますけど、最大勾配が50度、それを上回る、要は 50度ってこれぐらいですか。でもね、富士急ハイランドにある高飛車なんて、落ちる時ってもう90度超えてこんな感じじゃないですか。50度に収まるようなメガコースターって、多分ないと思うんですよね。あと宙返りこうくるっとループするコースターなんてね、50度なんてもう結局一周してるわけですから、上回ってますよね。なので50度、勾配が50度以下のコースター、ちっちゃいコースターとかありますけど、メガコースターとかもうループするコースターに関しては当てはまらないんですよね。なのでそういうコースターは大臣認定のコースター、アトラクションと言われます。何かというと、法律の基準内で、定められた最大勾配50度に収まらないので、要は激しい乗り物だということで、ちゃんと国土交通大臣が認定する、これ大丈夫ですよと認定する遊戯施設ということになるんですね。もちろんね、国土交通大臣もコロコロ入れ替わりますし、国土交通大臣やったからといってね、IT のね、推進の大臣みたいな感じで IT に強いわけでは決してないので、もちろん、例えば大学の先生とかが計算したりして、問題ないですよっていうのを、あとはハンコを押すだけみたいな感じなんでしょうけど、そういうちゃんと手続きを踏んだジェットコースターということになりますので、ループしているものとか勾配のね、強いものは大臣認定っていうね、そういうちょっと冠がつくかどうか、冠になるかどうかわかんないですけどね、そういうコースターなので、ちょっと普通のコースターとは違うというところもちょっとね、注目していただければ、これ見た時にこれ大臣認定なのかなとか、そういうのもね、ちょっと見ていただければなと思います。あと前回ちょっと言い忘れたんですけど、シミュレーターってあるじゃないですか。座席がね、動くタイプのアトラクション。あれもちょっと、あれが遊戯施設かどうかも種類によるんですけど、座席だけが動くやつ。こうガタンって、ね、動いたりガタガタガタって座席だけが動く。この座ってる自分の席だけが動くものは遊戯施設ではないです。でも、ちょっとこう箱にね、入って、席が例えば20席ぐらい並んでて、でその箱の中、箱ごとガタガタガタってこう揺れるようなやつで、中の座席もその箱の動きにつられて一緒に動いて、前のね、映像を見るというようなアトラクションって、あるじゃないですか。あれは、遊戯施設、建築基準法で定めるところの遊戯施設ということになります。大体ですね、一般名称で言うと、平成12年度建設省告示第1419号を別
票第2っていうのがありまして、まあ、あの回転系のねメリーゴーランドとかなんですけど、あれの5番目に、ローターっていう名称のアトラクションがありまして、そうですね、例えばバルーンレースとかトロイカとかワイルドストームとか、まあ、そういうやつですね。ちょっとなんかこう、傾きながら回転するようなやつを、まあ、ローターって言うんですけど、さっきのそのシミュレーター、箱ごとガタガタガタって動いて中の座席が動くやつも大体ローターに分類されます。でなんでローターに分類されるかっていうと、そこの行政の、まあ、建築指導課ですね、都道府県とか大きいところだと市とか、そういったところの建築指導課が決めます。はい。でなんでって言われると、そこが決めたからみたいな感じなんですね。まあ結構ざっくりしてます。なので、シミュレーターの中でもちょっと違うというのもちょっと前回ね、言い忘れたので、この動画でちょっとお伝えしておきます。はい。まだまだこうね、法律とか基準に関するお話、ちょっとマニアックなところを続けていきますので、また見ていただければなと思います。ということで今日は、まあ、大臣認定のコースターというお話をさせていただきました。あ、もちろんあのコースター以外でもですね、ちゃんと基準、例えばメリーゴーランドでもそのスピード、回るスピードを決められて、それを上回るんだったら大臣認定とかね、いうふうになります。あのコースターだけではありませんので、はい、という内容でした。いかがだったでしょうか。はい、ということで本日の内容は以上です。それでは皆さん、いってらっしゃい。